ナクラ組社員田中浩太役の劇団ドラ大竹直也です。今回いただいた役なんですが、この役は今あまりもらえそうでもらえなかった、そんな役です。この作品を通じて皆さんに届けられることをこの役の中で考えて、日々稽古に励んでいます。ぜひ劇場にいらしてください。お待ちしています。はじめまして。劇団ドラ、馬原孝之と申します。今回のエンドレスでは三浦役をやらせていただきます。この役は自分ではとても初めての役なので、すっごく楽しみで、かつやりがいがあります。ぜひ皆様、ぜひぜひお越しくださいませ。よろしくお願いします。植木啓でございます。エンドレスでは斉藤武という役をやります。参拝処理の現場で頑張るおじさんです。芝居中いろいろありますが、最後は元気で終われるはずです。劇場で楽しんでいただければ嬉しく思います。はい、ナクラ組の参拝事業部、現場監督大部役の佐藤です。よろしくお願いします。私自身もちょうど高度成長時期に、回りまして、でやっぱり大量生産、大量廃棄という時代の中で、ゴミを捨ててきました。だけどその中でもゴミやそれから産廃という事業という偏見との戦いの中で、やっぱこういう人たちがいたんだということをこの芝居で見ていただければと思います。で少しでも何かね、これからの社会にちょっとこう役に立つようなことがあればいいなというふうに思っています。ぜひ見に来てください。ナクラ組株式会社の社員、砂田あやみ役の福井夏樹です。暑い稽古場ですけど、西川さんの演出のもと一生懸命自分なりにできることをやってます。ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。劇団ドラの池上レオと言います。このエンドレス挑戦の舞台になっている産廃事業の社員の役をやらせていただきます。この作品を通して働くこととは何か、そして挑戦することとは何か、そのようなことをお客様に伝えていけたらいいなと思っています。とてもとても熱い舞台に仕上げていきたいと思っていますので、皆様ぜひ劇場にお越しください。よろしくお願いします。馬淵真希です。今回はグリーン環境という会社の山口京子社長の役を演じます。産廃処理の会社の社長なんですけれども、ヘルメット女子を目指して頑張ります。ぜひお越しください。長谷川由里です。今回は北原先生という役をやります。どうぞお楽しみに。お待ちしております。壊れて汚れてゴミと呼ばれるようになってしまっても、元は役目があり思い出があり必要とされたものだから捨てない、諦めない、それが私たちの仕事、人に寄り添う仕事よ。でも私、それが本当はどういうことなのか身をもって感じたことがなかった。でも今はわかる。人に寄り添うことこそ対話なんだわ。たとえそれが口のきけないゴミでも、私たちなら対話することができる。